みんな元気どこ行っちゃうの 配信久しぶりな気がするやばい、ちょっと待って、来たまい見えてないかい <coughs> お久しぶりです 新曲出てからまあサイン会はあったんですけどサイン会あとから一回も配信してなかったので新曲の話とかいろいろしたいなーと思って配信つけてみたよー。ってかさ今になってさめっちゃカニ刺されて。 たんですけど今になって川出て出きたもしかしてなんかさ今年の夏暑すぎてさ多分夏の時にはさみんなさやばいっていうやばくて出れなかったのかもね。 何から話せばいいんんだろうなんかみんなが聞いてくれたら答える今日何食べたなんか今日はお昼にイタリアンジュリーとリコとアリスと4人で。 あのパスタとピザ食べましたでさっき普通にご飯も食べたけどママのなんかお腹空すいたねって言って食べに行ったてかそんなことはええねんそんなことはええねんちょっと新曲系の話で質問してもらっていいですか <laughs> うんてかさっき ツイートしたんだけどちょっとなんか攻めた分で載せちゃってちょっと恥ずかしいからどうしようと思って私はみんなと帰りたいんだけどだけどちょっとちょっと攻めてみた分 <laughs> ちょっと上から目線ですみません「新曲好き?」 私もずっと恋の歌を歌いたかったので <laughs> 嬉しかったですやっぱり私が好きなアイドルは恋愛の歌を歌っているアイドルだったので今まで <laughs> 自分もいつか歌えたらいいなと思ってたのでいただけてとても嬉しかったです普通にそのなんて言うんだろうなんか 曲調とか、なんていうのそののの、そそあれとかもいいけど普通にもう歌詞とか歌詞とかなんかメロディーとかもう全部がいいからうんそうしかもなんかニアジョイにぴったりな恋愛ソングでそうすごい好き。 そうなんだよねめっちゃ可愛い感じのえ恋,恋の曲なんだけど衣装は割と黒で黒だったりとかあとは振り付けも今回も舞香先生なんですけどあのー、結構かっこいい系の感じなのでジョイのねみんなが好きなかっこいい部分もちゃんと残って形になっているから是非たくさん見てください。 えのは誰も選ばないんだよ。わあ、嬉しい。ここみろポイント。全部。 全部見てくださいうーんでもどこだろうなんか全部を全部見ないとダメだねあれなんかドラマシーンがさ結構多めだからでも私結構あの「時止まってる時」のレノンとコナーが出てるところの「時止まってるところ」がめっちゃ好きなんだよね あのコノアの表情がすごい好きであれね全員ちゃんと止まったらしいですよ私はその現場見てないので知らないんですけど全員止まってやったらしいそごくないえなんとかさ触られてんのにさよく止まれるよね 私笑っちゃうここここら辺に手入れられたら絶対笑っちゃうんだけどまばたきとかしちゃうしねすごいねやュチ繰り返し見るねに広告邪魔でプレミアム入ってこらてる <laughs> なんかさプレミア公開の時,時もさなんかプレミア公開 ととかあなんだろうライブ配信系とかでさた途中で広告入るんでしょうもうやめた方がいいよ。ラメラムになった方がいいよ早く。広告は NG ですから。 そう、ピンクリュックアリスと一緒でピンクデュックでやったんですよじゃっ,って滑舌が悪すぎピンクリュックで2人で写真撮ったのでまた載せましたねなんか載せたいものを多すぎてどうしようって感じなんだけどなんか今回あの衣装の写真が全然撮れてなくてなんでかっていうとダンスシーンがもう早朝からダンスシーン撮ったんですけど あのダンスシーン撮る前に時間がなくてバタバタしてて綺麗な状態で写真撮れなくてもうなんか湿気がその日すごくてきが全部取れちゃってすごい髪の毛ボサボサなのだけどちょっと全身の写真もまあ頑張って載せたら載せたいと思ってるからちょっと探してみる。 そうなんですよ、あのー、リップシーンはピンクの衣装で、ね、ピンクの衣装っていうかデート衣装っていうなんか名前らしいんですけどデートデート服らしい。 デートするっていう想像をして作ってくださったのかな。でもね背景とかもなんかあのー、なんか花なんか植物が初めてだよね植物とか使わせていただくの。 確かにリッ,プシーン衣装リップシーンの衣装私下何履いてたっけ衣装ねでも今後着る機会もし多分あると思うからその時見てください今までで初めてかななんか衣装衣装でリップ取らないの初めてかな初めてな気がしなくもないけど なんか初恋カウンバックじゃないよ <laughs>。初恋って来たらカウンバックってなっちゃう。初恋シンデレラだけど、シンデレラだから、なんか、なんか制服系かなまあ、制服衣装だけど、なんか、制服っぽい衣装かなって思ってたけど、めっちゃ結構アイドル系の、アイドルっぽい衣装だったのですごいびっくりしました。 かわい,いでしょ私は今回は編み込み込ツインにしましまた今までは結構高めの何もしないツインテールとか巻き巻いたりとかしてたけどちょっと今回はいつもよりは高さ低いかな。何話せばいいかわからない。 私いつも MV 公開後何話してたっけちょっとみんな質問してあれはなんか本当はもうちょと高くする予定だったんですけどまあシングレラだしちょっと落ち着けるのもいいかってことで,でも落ち着きすぎたくもないしっていう衣装あ,あ違うメイクさんとの競技の上あの髪型にしてもらいました あそうあの今回 MV 撮影が、まあ、みんな多分調べてくれて分かってると思うんだけど佐賀県だったんですよで九州だったので MV の途中にスタッフさんが UberEats してくれてラーメン食べました福岡博多ラーメン食べました美味しかった嬉しいそう MV 撮影でそんなトーク行くのも初めてだったのですごい嬉しかったです,ります撮影であった面白かったこととか聞きたいうん何が面白かったかな うんえ何が面白かったかなそう渚さんの恋ぼけ恋ぼけじゃない <laughs> 恋ぼくロケ地もね福岡でしたよねえ違う学校だよねでもさすがにあのさ赤羽骨子のボディーガードの話に <laughs> 赤羽骨子の ボディーガードのルケッチがきっと青いとニアリーイコールジョイの場所なんですよびっくりって感じおのかちゃんの髪型なんでもかわいいしいなんでもかわいいって言ってみんなデイジーさんを見習ってくださいそうあの学校もねすごい素敵ですよね形が うーん何話せばいいんだっけ私なんか話すことでも何話してたっけなぁうんお気に入りの振り付け確かに振り付けえっとうん まあ思い出してます今「初めてなな」が可愛い <laughs> これをこうした時に私の後ろにみんながいるんですけど私のと私のここからみんながこうやって「百0 0 1って顔出してくれるっていうのは可愛いですねディスコの振りとどっちが難しいディスコの方がなんか忙しいかな,なんかうん ああとはえっと「で、んなでなんからうかなんか優香が私のここまで来てなんか起こしてくれて私が歌いだすっていう振りなんですけどかわいいよねっていう <laughs>。うん あとは何だろうあと感想初めてなんかニアジって結構感想だとなんかダンスメンバーが「はいパン!」とか言って踊り出すっていうのが結構多いと思うんですけど今回はなんか初めてあのみ、あのー、カメラに向かってこう3人ずつぐらい3人とか2人とかでアピールするっていう振り付けなのでそこはなんかライブとかでいろいろ変えたりとかできそうだし。 いいいよねっていう私は葵とアリスと一緒にやってますああと「僕のリンセスだ」のところもかわいい振りが「カウントずらし」の振り付けあ間違いないよ君は確かにかな あれめっちゃ難しいからやってみてみあ,あれやりながら歌ってる優香が一番すごい本当に。てかみんななんかあの MV のダンス見ていただいたらなんかすごい平らな場所でちゃんと踊ってるなって思うかもしれないけどマジで凸凹であの場所本当は。マジでココでなんか芝生みたいな感じなんですけども本当にボコボコすぎて地面が。 ちょっっともう踊るの大変だったすごいでもなんかお城みたいな場所で撮れて楽しかったすごいとっても壮大でしたあの場所めっちゃぴったりだよね何茶いいですか18茶。 そう、天気良かったからね良かったよねうんネットニュースやめてくださいうん本当に素敵な場所でした学校もあのー、私は行ってないんだけどえ私さえってかさあの学校って待ってジュリーって見てない今ジュリーって私の話見てないよね 声僕と同じ場所だったったけ私たちさ声墨見た時さ同じ学校じゃないって納得ない違うか同じ学校かも声墨とあのリコがなんかプリント落としちゃってるのに拾ってもらうシーンがあの渚さんがあの。 あのあののシーンと一緒だかも中学卒業って何もう高校も卒業してますよ十八歳はもう <laughs> じゃジュリーとねあの、配信始める前ね三十秒くらい出ましたてかさ、今日さ、ツアーの到来ありがとうございます皆さん申し込んでくださいとてもありがとうございますあの、落ちちゃったよとかあの、合格しました合格じゃない <laughs> <laughs> 何当たりましたっていう方あのめっちゃいろんな意見,意見違う <laughs> いろんな報告あの来てほんと嬉しかったですありがとうなんですけどあの今日からなんか一般受付も始まってるんですけどあの今日あの今日ね先ほどねあの動画一般受付始まりましたっていう動画出たんですけどなんかジェリーとあ,れをあの動画を撮る前に話してて。 なんかジョイっていつもああいう動画を撮るときにめっちゃ堅苦しくなっちゃうからちょっとラフに撮ってみないっていうことになってなんかラフにしようとしたらなんかすごいふざけてる人みたいになっちゃってなんかごめんなさい来てほしい気持ちあります <laughs> 超来てほしいもうふざけてないですから皆さんごめんなさい次からちょっと気をつけます なんか話聞いてない人みたいになってた聞いてるから嬉しい来てくれて来てくれてじゃない来てくれる予定作ってくれてありがとねあとあの対面とかオンラインのイベントとかも配信できてなかったんですけどあの申し込み がありましてあのツーショット会のなんか枠がすごいいっぱい売り切れててすごい嬉しかったですありがとうございます今日お払いお支払い期日期日なのそうなの嬉しかったありがとねなんか今回の受付なんか昨日受付だったっけ 違うわ。一昨日行きつけで今日は到落みたいなのあったと思うんだけどなんか落ちちゃったよっていう方またいっぱいいてなんか悲しい嬉しいって感じですごど,どっちかどっちの感情もあるう嬉しいのか悲ししいいのか <laughs> 嬉しいか嬉もちょっとごめんね でも嬉しいありがとうみんないっぱい買ってくれてるってことだから嬉しいってことでいいよねだからみんな早めに応募してって言ったでしょでもみんな申し込んでくれてたよね最初からありがとう個別お話し会の方はまだね全然申し込めると思うし ツーショット回はツーショット撮れますけど喋る時間本当に短いのであのポーズ何にするとバイバイくらいしか言えないので <laughs> あのそこでお話ししようとするとす,すごいあの本当一言とかしか喋れないみんながしゃべりかけてくれてありがとうくらいしか言えないのであのそこで話せないのであのそれはまた別で個別お話しで喋ろうとするとはがしの方がちょっと怒られちゃうのでね そうなんですよ、イベント分かれてるからぜひどっちも来てくれたら嬉しいな <laughs> うんそういっぱい話したい方はね個別の話し会に来ていただけたら喋れますので「チェキ会欲しい」えでもさ今のさスマホっていうかチェキのあれってさすごいからさスマホで撮ったやつチェキにできるよね。 そういうことじゃないもともとチェキで撮るのがいいってことそれがチェキの醍醐味だもんねワンショットチェキあ私だけってこと確かにそういうイベントはもうあったらいいよねでも iPhone の方が画質いいよ <laughs> うんあとなんか TikTok でなんか MV なんかスクショキャンペーンみたいなやつやってるらしいのでぜひあのあのぜひあのー、なんか参加してみてください <laughs> なんかなんか特選があるわけじゃないんだろうけどまあ儲かが拡散されるって思ったらやったしうん アツコイシンデレの話あとなんかあるかかななんか意外とないんだよね <laughs> みんなにみ,みんなにいっぱい聞いたよね私さ配信するの遅すぎてさもうみんなにいっぱい聞きましたって感じ <laughs> ごめんなさい遅すぎてなんかタイミングなんか配信しよう配信しようって思うんだけどえてか私本当にバカなんですけど <laughs> 私のバカはバカ話していいあの MV 公開されて帰りの帰りてかその日にサイン会がありましたじゃないですかあ違う違うそうサイン会があってそのサイン会に行くあ違う帰りの電車でジュリーと一緒に帰ってたんですねま普通にジュリーと一緒に帰っててでそれで MV のみんなのねコメントとかを、ね、見ながら喋ってたんですよでみんながすごい好き好きって言っている歌詞が特に特に好きって言っている歌詞が SNS 更新は「君の代わりをまとうて」っていう歌詞が「あの君の代わりをまとう」ってイコール「にわせ」ってこと?「にわせ」っていう言葉をすごい素敵な言葉に書き換えてるってことみたいなコメントがいっぱいあると思うんですけど私本当にその MV 公開された日まで知らなくてそのコメント欄見て「えっにわせってこと?」ってジュリーに言って「えっまでわ知らなかったのやばいよ」とか言われて「えっ そういうことっって思って思私本当にななんだなーって思いました <laughs> なんか何かうちめっちゃ考えてそのなんか歌う時とかもなんかレ,レコーディングする時とかも歌詞の意味とかめっちゃ考えるし「高校の歌詞はこういう感じで歌おう」とかもあの最初「プリプロ」っていうなんかあのまだ歌わりが決まってない段階で全部歌ってなんかいい感じのところを 使っていたただけたりとかするっていうあのレコーディング1回目のレコーディングがあるんですけどそれとかの時にもう全部の歌詞考察するんですよこういう子はこういうことでみたいなで、まあ、今回で言ったら、まあ、1番はまだ付き合ってないけど2番で付き合ってみたいなそういうことかふんふんとか思ってたんですけどだけどちょっとそれそこまで分かんなかったバカなんだなと思って なんかもっとなんか素敵に解釈できるようになりたい私もだからみんなもねなんか考察とかいっぱいしてくれててすごいなって思いましたすごいねみんな。 みんななの好きな場所どこですか私みんなの感想聞きたくて配信つけたって感じだからみんながしゃべってくれない <laughs> みんながしゃべって私が「うんうん」って聞くっていうのはどう <laughs> みんなの好きな歌詞とかみんなの好きな山ものここが好きっていうポイントとか。 ウィンクしてみほんとありがとう。<laughs> ありがとうっていう、なんか私でただ嬉しいっていう配信じゃん。<laughs> うん、最近よく目が合うねが好き。ギザギザこう頭部やばい。<laughs> なんか近くに来るとこ、どこやねん、それ。<laughs> 廊下でレノン見つめるももくちゃん。あ、そう、あそこはマジでレノンに恋し,恋したっていう顔をしてみました。まあしてないんだけどね <laughs>。普段はしてないけど、頑張ってレノンをとってもかっこいい男の人っていう風に見ていた <laughs>。 レノンの本命はリコちゃんだと思いますえー、そうかなあの MV まあ本んのレノンの知らないけどあの MV のレノンはなんかあゆみんとかかなって思うけどってかあゆみオタクすぎん <laughs> <laughs> 私さあゆみがあれ撮ってるの知らなくてみんなやっぱ違う場所で写真じゃないや撮影して全部の場所に出るわけじゃないからその休憩時間とかあってその場所に行ってない時とかあるんですね。で MV 見たらあゆみがうちわ持ってて「え待ってここだけなんかお宅の可愛い子いるんですけど」っ <laughs> て思って <laughs> すごい「え MV」って見てたのにあのなんか強火を焚いて。 死んだと思って <laughs>。いろんなね、愛の形ありますよね。あ、マカオの豚、タワー、ありがとう。ありがとうね、待って、今回も。こんこ、今回のタワーは、これは何タワーなんですかね、わかんないけど、でも。なんか、王冠かぶってるし、初恋シンデレラってことかも、青いし。 まあ青ではないんだけど別にコンセプトシン例ラと言えば青っぽいしねありがとうごめんなさい次の3か月間仕事の都合多分イベントに行けないあら次の3か月うんえっ、ー、フェス対面ツースツアーせっかくある日のチケットどでも行けないえっえそうなのちょっと待ってどういうことなんで お仕事かごめんなさいお仕事ええー、会いたかったようちゃ残念だねでも赤羽の豚も悲しいよねえー、めっちゃ悲しいええー、じゃあ次会えるのは年明けっていうことやだーええー、でも「ありがとう」申し込んでくれたのにごめんね またあのいつでも私はね待ってるから待つことしかできないけどあのまた落ち着いたら会いに来てくれたら嬉しいな頑張ってねお仕事ほんとにあの遠いけどめっちゃどこにいてもあのパワーを送ってますから一緒に頑張ろうねいろいろいつも頑張ってるの偉いよ <laughs> いつもありがとう 会えないあの子寂しいねうんまあ私はねあのまだまだアイドル頑張るからいつかいつかっていうかまあ3ヶ月後なんて絶対会えるからそれまで頑張って またなんか配信とかあったらいいななんかツアーとかえ配信とかあったとしてさ海外でも見れるんですかね分かんないけど <laughs> あれでて愛のお先」あっじゃあじゃあ「恋のお先」 愛の子愛の恋 <laughs> リップシーンってめっちゃ難しくてめっちゃ歌詞覚えてるのにあの場所に行くとあの全部歌詞が飛んじゃってもうダメなんですよ <laughs> だからもしかしたらこれからリップシーンのなんか一人ずつのとか出るかもしれないけど私本当にもうやばいかもしれないけどみんな許して。 本当に難しいあの場所に立った瞬間全部の記憶がなんかおかしくなってだってレコーディングもプリプロもしてめっちゃ何回も歌ってるのにレッスンでも歌ってるしなのにどうしてそしてねちょっと私今今日私さ久しぶりの配信すぎて緊張してるのもあるしなんかちょっと眠く眠いっていうかなんかポワポワしててあのー ななんか頭回ってなくてく <laughs> だからなんか変なこと言ったらどうしようと思ってなんかネタバレとかしないように気をつけます。あのでもなんか久しぶりに配信してみんなの久しぶりに配信してすごく緊張してたのだから始める前はちょっと緊張って、まあね、なんで緊張してるのって感じかもしれないけどだけどあの。 緊張してたんですよ、意外とねしてて、どうしようみんなが全然コメントくれなかったらどうしよう見に来てくれなかったらって思ってたからそれでみんながいつ,いつも通りだったからあのー、安心してっそう行かない時代もねもうちょっとだからねだってもう9月になっちゃったんだよみんな8月がもう終わったんだよ もう1年終わるよどうしてるなでなんか去年とかさなんか当た,ってな当たらなかったっていう方あんまり見なかったんだけどさ今年さなんか全然当たらないもう当たらないこれ当たらなかったらもういけないんですかっていう感じのツイートとか見てみんな当たった 当たってほしいだった昼と夜どっち見に来てくれますか今回もねウォーターあるって書いてあったあの申し込みのところに夜が売り切れちゃったのそうなんだえ夜って何 夜って何って出てて何出るの昼はウォーター <laughs> バサミちゃんタワーありがとういっぱいなんかあの一日になんかいっぱいツイートしてくれててなんかエゴサするの超楽しい <laughs> エゴサしてバサミちゃんがいっぱいツイートしてくれたらもうめっちゃ嬉しいって感じになるからありがとね この「初恋シンデレラ」の期間も本当にこれからも仲良くしてくれたら嬉しい私はいっぱい好きなとこ教えてねまた本当に素敵な曲だよね初恋シンデレラえー、めっちゃ見てるよなんか遅くなっちゃったけど今日のツイートするねみたいな全然遅くなってないしどんな時間でも見るし いつもツイートしてくれてありがとう私がショールームとかなんか SNS とか上げてない日もツイートしてくれるから嬉しいよありがとうねこれからもよろしくねビブス着てた方が見つけやすいなくてもやってく んーでもなんかビブスってやっぱグループごとに色が違うからまずジョイのファンの方なんだっていうのがわかるから黄色めっちゃ目立つから着てないか着てるかで言われたら着てる方がいいかもしれないでもペンライトが一番わかりやすいかなエゴサしてるめっちゃちょうどさ MV も出たしみんなの意見意見 <laughs> 感想聞きたいなぁと思って見てます イートしてねってか私が昨日「モーメントで行ったあのシナモンの「ネムネムタイム」のやつなんですけど売ってるよみたいなみんな教えてくれたんだけど私が欲しいのはあのマスコットのやつなんですよランダムの。ランダムマスコットとティッシュケースがマジで可愛くて欲しいんですけどだからどっかの店舗に売ってたら教えてほしい。 この店舗にありましたって教えてくれたらもうめっちゃそう爆速で行くので <laughs> 教えてねでも売ってないともうマジでかわいいのあれ本当にちょっと出遅れちゃったからさ乗り切れてるよねしかもなんかめっちゃ高額転売されててもうホンやめてとかいうティッシュケースあったの待ってでもなんかドンキの方が意外となんかあるっていうね 話聞くわえラン度のあったの待って絶対今日もないじゃん最悪今日行けばよかった <laughs> もうさあ嫌なって私本当に書道が遅いんですわみんなここで見てよって教えてくれるけど例えば銀座だったら銀座のどこ何店教えてそこまで <laughs> なんかランダムじゃないのも可愛いんだけどランダムのやつがとにかく可愛くてもう全種類欲しいって感じまだ寝てないよ <laughs> まだ寝てないんだなどうしてこんなに眠いんだろう 正解は今日早く起きたからです最近も,もかめっちゃ毎日早起きしてますなんかあのリツイートとかさして「えなんでも,もちゃんこの時間に起きてんだ」って言われてるんだけどなんでかっていうと早起きしてるから <laughs> 今日も6時半に起きました早いよね6時半って まあもしかしたらみんなは5時起きですよとか言う人いるかもしれないけど私にとっては早いですもう私はもう12時とかに毎日起きたいのにまあそんな人生甘くないですからーーでも私学校行ってた時高校生とか中学中学生の時とか いや特に高校生の時とかはまあ高校ってさ中学はさなんか地元のとかあるじゃんけどさなんか高校ってさ大体みんなそんな家の近くですっていう人ってあんまりないじゃんだから電車通学とかじゃんだから割とまあ、ね、高校の時も早起きしてたんだなって思うとすごいですよね <laughs> なんかどうでもいい話ばっかりしてるよね今日 <laughs> どうして私こんな大事な日に大事な日と言っても別に特に何もないですけどあのどうしてなんかこんな話してるんだろう私も準備に時間はかけたい人なんですけど毎回30分前とかに起きちゃう夏きの たわーありがとうなつき初恋シンデレラどう <laughs> どうってこっちから聞くスタイルでちょっと行かせてもらうわ今日は好きですかこれから井の字だったりツアー大阪だったり一月対面著者ありえありがとうツアー大阪申し込んでくれたんだありがとうね まだねツアーのリハとかはまだ何も始まってなくてまあとりあえず1個の以上いって感じでやってるから私たちもまだ何にも知らないので悟りとかもねだからどうなるか分かんないけどちょっと頑張ります <laughs> みんなに楽しんでもらえるように頑張る今回のコンセプトはどういう感じなんだろうって思ってなんかツアー前回はさ牢屋とかさあってさ結構かっこいい系だったけど 今回はどうなるのかなーって思って。ワクワク。楽しみにしてるね、なつきありがとう。アリススのコンビダンスが好きだよえ、コンビダンスあ、待って、もしかして2番。休み時間の眠そうなメレのところ。あとは、まあ、僕のプリンセス団のところも新名で踊ってるんですけど。アリストはね、今回アリストを新名、まあ、前回もアリスト新名なんですけど、私結構アリスト新名。 なことが多いのでぜひ桃アリスぜひ気になってくださいりささんがまた話そうなんて言ってたえどこで言ってくださってるのそんなこと嬉しいありがとうございます絶対お話ししたい早くお会いしたい最近お会いできてないんです 確かに恋、だってさツアータイトルか「今日から君は恋人」っていうタイトルだからさどうなるんだろうね。ももアリスももちゃん強めでいやもももももちゃんでいいんですよ。ももちゃんでいいんですけど、まあ、アリスもまあまかわいいねくらいでお願いします。う <laughs> んちょっとだけはちょっとあの許してないのでどんだけかわいくてもアリスが。だからみんながさ あの「今日から君は恋人」っていうツアータイトルが出た時にさ次の曲のタイトルは「今日から君は恋人なのか?」って言ってたけどさまさかの 2A 最初の歌詞だったっていうねびっくりだったでも私も考えたんですよもしツイ,ツイートじゃないもしツアーのタイトルを その表題曲から取るとしたらって考えたらでもあそこが一番なんかピンとくるっていうかピンとくるっていうかなんかいいタイトルかなーと思ってどこがいいんだろうでさうーんうーん 休み時間の眠そうな目でウィンクしてみてっていうタイトルとかちょっと違うじゃん <laughs> ちょっと長いじゃん <laughs> 眠いかもしれないちょっと待って私さちょっと本当にこの眠い時ダメだってさ眠いかったら絶対なんかダメなこと言っちゃうもん私もう私本当にこの以のこと喋りたくてしょうがない早くみんなにだからダメなんだよ絶対言わないから私みんなに何言われても絶対言わないからもうそれだけはもう本当にもう口ミッフィーだから でも今日は久しぶりの配信だから1時間くらいおしゃべりしたいと思ったの私何時から配信してるあと10分くらい嘘私もっとしたいよ私1時間いやもっとしたい。 だってあと10分で1時間なんて絶対嘘だもんだってまだ喋ってないもん何もまだ何も喋ってないよねみんな私これ本域気じゃないよね <laughs> これ本域気じゃないよね私いつもこんなさ何かさ何もさないこと喋ってないよね何聞きたいか言って みんなが話題出してよ夏の思い出今年も夏何もせず終わってしまいました 花火するって言ったのにできなかったし花火大会行きたいって言ったのになんかあの仕事お仕事帰りになんか歩いてたらたまたま見れちゃったのしかなくて <laughs> しかも一人で見て超悲しいし本当は浴衣とか着て行きたかったのに行けなかったし。お祭りも 1>, 1個メンバーと行ったけど暑すぎて30分で退散したしかき氷食べてたじゃんかき氷食べてたあれはでもまだ夏じゃなかったしなんか「なーん!」って感じ <laughs> うん秋服どんなの欲しい秋服といえばやっぱりなんかねブラウン系の服が好きなのであの <laughs> <laughs> あのでも秋服欲あのでも、ね、だから私はイコノイジョイイコの以上にかかってんだイコノイジョイいかに夏の思い出を作れるかっていうのがもう本当に勝負だからみんなマジで来てほしいみんながいないと楽しくないからね秋したいことはやっぱ食欲の秋ということで。 あのご飯食べたいです <laughs> あの今年はなんか焼き魚とか焼きたい秋ってなんかや魚のイメージで私焼き魚はあの家で出てくる焼き魚は別にまあ普通に美味しいねくらいなんですけどなんか外でなんか焼きたい火でそれを食べたいですそう皮とかでね 感じあそう火起こしからやらせていただきたいですね芋と栗芋栗も好きだけど私はやっぱお芋が一番好きですね干し芋が一番好きなので私あそうか冬が 秋が来るってことは、もう。お芋の季節なんだな。プリンシェイク。クリスマスもう来るの、やばいよ。でも去年ってかさ。去年って、ツアー始まったのがクリスマスだったよね。待って、もうそんな時期。やばいわ。 早くみんなに会いたいたみんなと一緒にライブしたいしみんなと一緒にっていうかあのー、するのは私たちなんですけど <laughs> はいツアー絶対来てほしいんだけど来ないやついるのいねえよなって感じですウフフうちの中のマイキーが怒る てか10月の対面のお洋服どういうのがいいですか私は思いっきり秋服がいいと思ってるんだけどどういうのが好きなのかなと思ってみんなみんなが好きなやつ食い私 <laughs> ああ諸事情は許します諸事情はしょうがない 無理なの絶対絶対無理なのあてかなんかしれっとアーティスト写真変わってましたよねなんかジャケシャの,の時に撮ったやつなんですけどジャケシャはめっちゃいいですよ私あの A 版っていうのかなあのコノアとアイビンと エの3人の人やつめっちゃ好きですあれなんだあの青春はっていう感じではいアーシャじゃないよア,アーティスト写真は全員のやつジョイのグループのアーシャえ変わってないの なんかお話会のやつ変わっちゃったよ。それは違うのか。お話会の申し込み画面で変わってたから変わったのかなと思った。みんながお話会申し込んでるか確認作業しています。みんな申し込んでくれたお話会。 絶対申し込んでよねそれを知らないってことは見てないってことだからねみんなさ通書ばっか申し込んでさ対面お話し会音ン,ンお話し会はどうなのよツーショットだけ記念に残したい っていうう気持ちはも痛いほど分かりますけどでもやっぱ直接しゃべれるっていうイベントオンラインで電話できるっていうイベントオンラインでいろんな服着ますコスプレしますってイベント全部大事ですから対面お話し会私一番好きなイベントのイベントの中で対面の話し会がだから。 会も好きだけど対面お話し会の方がみんなの顔見れるし写真撮って終わりだって嫌だもんだから対面も来てでてさ水曜日に言えばよかったんだよね配信して私のせいじゃんごめんなさい <laughs> うん 話せる通称したらもうダメでしょそんな1等を1等2等ものは1等もいずっていうよ対面も金取ってる土投げの話っけ育ててないと足 <laughs> 足じゃない足すべきなのかな悩んでる対面はでもめっちゃ早い気がする 私はなんかみんなが何枚って来てくれてるのか分かってないんだけどなんか足りたなーって人いないから新曲 MV モーカーが一番美女爆発してた本当に嬉しいじゃあコメントして MV のコメント欄にモーカーちゃん可愛いって <laughs> 私が言ったら桜じゃんもうそれはノんノんですねありがとうスタイル抜群。 待ってリナピタワーありがとうリナピーありがとね。サイン会もだけど、ツイッターとかもね、見てるなだリナピが楽しそうでニコニコ。しかもなんか <laughs>、なんか、ちゃんとお話会の、なんか申し込みして、なんか支払いしたみたいなツイート見て、なんか、 偉すぎてニコニコした <laughs> 滑り込みじゃないよ全然私1時間やろうと思ったんだけどなんか思ったよりしゃべり足れてなくてでも眠くてちょっと葛藤中って感じ今ありがとね何してたの毎回緊張すぎていつも日本語ああるある」ですよね やっぱさ海外の方はさこれを話すぞってさ考えてきてくれてるのにさでなこれを話したらた多分桃花ちゃんこういうふうに答えてくれてっていう多分そういうことを考えてくれてる私がなんか変なこと言うんですよ急になんかあのないつもなんか桃花が可愛くてみたいなことを言ってくれてるのに私は「え待ってなんかその服可愛いとかなんか急に変なこと言いだすから <laughs> 自分のその皆さんのなんか予定になんかない言葉を喋っちゃって <laughs>「ん?」 ってなってるっていうのをよく見るので、ちょっと申し訳ないな。ちょ待ってる。うわ、困ってるの可愛い,い。ツアー全部当たったの？ありがとうね。ツアー、本当にあの一緒に回ろうねって言ったからね。ありがとう。楽しみにしてる。頑張るね。そう、みんな困らしちゃう。いつもごめんね。でもその話ししたくて。だからどうしよう？ だから翻訳機さお話会さ翻訳機さ持ち込んじゃダメなのそんぐらい良くないってか翻訳機つけてよって感じじゃない <laughs> 怒られちゃうかもこれ言ったらごめんなさいでも翻訳機あった方がいいもっと喋れると思います あノムだやッーありがとうタワーあのなんですけどなんかなんかまあ私アリスのことを推してるっていうのはなんかまあまだ黙認し,してたんですけど一応なんか、みっちゃんのなんか通称とかとか対面とかもすごい申し込んでてあなたいつから3人推しになったんですかって思って <laughs> どうしちゃったのかなと思ってちょっと聞きたいところでしたうん。 聞いてないんですけどもしもししたこと勢いとかないからそれも浮気だから勢いでしたらいい,い,いと思ってんのダメだよね <laughs> ダメだよね まあ撮ってたことは前々からしてたんですけどなんかこの前ツイートを見てたらなんかもう当たり前のかのように「みっちゃん何枚?」って書いちゃってん「ん何枚も撮っていいとは言ってないよね」と思って <laughs> うーんということかなって思いました <laughs> ちょっとこれはまたね詰めないといけないですねどうせみんなの中に。 通所とか私推しだけど通称とかやるちゃんも取ったとかいう子めっちゃいるんだろうな知りたくない間違えてもその子との通称私に送ってきたりしないだよねふりじゃないから <laughs> 本当にそれはもう浮気なんで浮気をあの浮気を本人に送るっていうのはちょっと本当にもうっていう話なので、ね、ガチで <laughs> 気をつけててもらって <laughs> 怒るよおこってなるからあのこんな可愛くあのー、怒りませんので <laughs> ガチおこなのね嫉妬してるに決まってるでしょだって桃花のこと好きって言ったのに。 大好きだってそう言いたのに優しくするって言いたのにまた違う子にキュンキュンしてって感じんとっても素敵な歌です。 だってさ、みんなはさももかわしでいてくれてるわけじゃんまあ違う方もいるかもしれないんですけどももかわしでいてくれてるっていう方がどうして他のことも通書取るのだってさその分のさ枚数でさももかとももかともっと枚数取ってももかのいろんな表情見れた方がよくない違うの いっぱい撮ったらいろんな顔するよ同じ写真なんか一枚もないし、うん、ちょっと理解できない <laughs> これがちょっとまあ私はまあみんなのこと好きだから言ってるんだけどね 怒ってないよ。じゃあ怒ってんだけど怒って <laughs> 怒ってはないですよ。じゃあみんなの好きなようにあの押していただくっていうのがやっぱ押し勝つなのでちょっとそれはもうしょうがないけどでもちょっと嫌だなーって感じ。<laughs> うん。え悲、ね、しいよ。 今みんなのせいで情緒不安定になって岩手になりそう <laughs> 私の中の岩手がウつきって言うよみんなに <laughs> 嘘つき村ムライスるよ <laughs> ふんふん。<laughs> テの気持ちは今すごくわかりましたそうなんですよももかもいいけどにジじはみんないいんですみんな可愛いんですだから不安になっちゃうんだよ <laughs> 自身のハルピー人格出すやばい怖いよ 怖い怖い <laughs> 逃げます私は私は逃げる選択をできます賢い岩手 <laughs> うん岩手がバカって言ってるわけじゃないよ岩手はもうピュアで可愛いですけどあワンダフルドッグありがとう サイン会もいっぱい撮ってくれてありがとねこれは何のタワーですかもしかして違うとこ撮りましたとかなんか違う現場行ってくすみませんっていうタワーでしないですよね 何タワーですか <laughs> ワンダフルドッグタワー投げる時いつもバビータワーなんだもん <laughs> またなんか悪いことしたの100枚目到達したタワー何が チェキ <laughs> えー、その報告いらないんですけど <laughs> にゃーセステとチェキ取ってたわけですねこの間にこのライブのない間にセステとチェキ通ってたわけですねそうですか まあ,じゃあ100万円以上ももかの通称来てくれるっていうことでいいのかな楽しみうん <laughs> 25しか取れんかった愛足りてないからじゃない <laughs> 10月はあ 10月はねじゃあ年明けはもっといけるあい <laughs> 愛足りてないじゃないですかやっぱねあのね私の統計だとね単押しの方はね当たりやすいのでだってみんなに申し込んだら生誕あるからももかも。 2月には生誕ななんだけどな2月には対面ないんだけどな1月しかあるってないんだけどなほら「初見です」っていう人にこんな怒ってる顔見せたくないですけど怒らせないでもらって。 2月も生誕行く準備しておきますでも私は生誕パズルの生誕さえあるかもしれないけど写真撮れないよみんなてか生誕のためにパズルやってくれてありがとう嬉しいパズル頑張って頑張ってじゃあ絶対生誕来てね これで来なかったらもう,もうめっちゃ怒るから <laughs> でもパズル大変なの分かってるだからもうわがままなの分かってるんだよごめんなさい <laughs> みんながみんなが頑張ってくれてるのも分かってるしパズルの時間めっちゃやってくれてるのも分かってるしみんながいっぱい時間かけてくれてるのも分かってるし分かってるけどみんなに会いたいんだよもう私だけ1000人にして そしたら全員来れるかは <laughs> あー逆に逆にあれかあの1,000人だったらガラガラになっちゃうかなそれはちょっと悲しいのでもうかも今パズルみんなが頑張ってくれてるからあのまたちょっとやってなかったんですけど入れ始めました だからみんなんか私のカード使ってくれてる人いるじゃん。とマッチしたらあこれももかわしかもって思って見せるあそうディ,スコディスコのカードさいいよね私もディスコのカード好き。 w ンダフル r f u ありがとね。また会えるの待ってるね。私は待つから、待ってるから、いつでも。名前全然違うのにしてんのなんでよ。違うのにしないでよ。みんなってわかんないじゃん。えー、もーかの名前はちょっと秘密ですよ、それは。 待っててアットジャム来てくれんの楽しみありがとう。アットジャム楽しみなんだ。稲妻も楽しみだけどだ全部楽しみだけど。アットジャム楽しみ。一番近いイベントアットジャムが。15? だよね。わりともうすぐだわ。パズル欲しすぎて恥ずかしくて名前変えた。待って星を当てます。パズル下手すぎて かなじゃあ下手ぐらいで星にならないかうーんなんだろうなるのななるか <laughs> あ正解あ正解やった <laughs> だってさ下手だったらさ下手かもしんないじゃんアイドルだったら下手紙って言うでしょ厳しいまあそんな やな甘くないってことだ。<laughs> ってことで <laughs>。 今日はもう終わろうかなと思ってるんですけど <laughs> どうですか皆さん下手で思い出したけどディスコ以外全部かみているよねもうさニャリーイコールジョイも下手かも一サビはあ二サビもか うん、それ以外は結構上手多いかもそうディスコは <laughs> ディスコは下手なんですけど今回は上手でしたなんか今回のフォーメーションすごいイレギュラーでなんかいつもと全然違くて。 みんなガラッと変わってるのでちょっと見つけるの大変かもしれないけど頑張って見つけてほしい目立つように踊るね上手にいっぱい練習するみんなに披露するまでに。 もうからどこに行っても輝いてるから大丈夫だよありがとう嬉しい幸せそういう言葉言ってくれてツアーでも楽しみツアー絶対来てよねセンターねいつかやってみたいですやってみたいとかいうなんか感じで言うの違うのかもしれないけどまあ やらていただけるようになれたらいいよねんかさ本当にさ私さなんかまあさアイドルもさなんかみんなにこういう話するのもさ違うけどさまあいいことばっかじゃないじゃないですかその生きてたらまあアイドル以外のこともみんなもそうだけど生きてて。仕事とかも やりたくないことあるしみんなの仕事とかもね私も「わこれ苦手かも」っていうシャツとかも全然あるけどそれでなんか「うん」ってなる時もあるんだけどだけどやっぱねみんながあのいるからね本当に頑張る頑張れる。 深い話とか言って全然浅いんですけど <laughs> 浅い話ってことにしてもらってもいいですか <laughs> まあね頑張るぞでも最近はなんかあの別にその仕事のこととかは全然関係ないんですけどマジで私運つ運がなくてで運がないっていうかついてなくてどうしたらいいんだろうなんかね不運なのなんか霊ついてるかも 誰かさ、もしさ、なんか、霊見える方っいます、今。私の後ろに霊ついてないです、大丈夫かな。なんか本当に。最近、本当についてないんですよね。どうして。見え、見えたなら、見えた方がいいな、逆になんかい、いなかったら怖いもん、だって、私自身がさ。やばいってことじゃ。<laughs> うーん。っていう感じなのかな、ちょっともう、だ、だ、だったらいてって感じなの。 スプレーも最近は確かに最近前まではま毎日こうおう家出る直前に振ったりしてたんだけど朝早いお仕事多くてあのそんなねあの振る余裕がなくて起きれなくてちょっと振っとこふまふ、あ、すごい気をまるわやっぱ本当に気をまるうん ったわなんか気を待ったわ本当に <laughs> だからちょっとみんな私私に運をくださいまあね普段の行いが悪いとかあるかもしれないから私行い気をつけてるの最近最近例えば なんか例えばなんか最近はあのバスとか電車とかでなんか席空いてても座んないとか <laughs> あの席空いてても座らないっていうのは誰もいない時に座らないっていうのは意味ないからあれだけどそのい,いる時ね誰か人いる時にまあも私も座りたいよもう正直座りたい座りたいけど。 までもここで席移ったらもしかしたら運,運がつくかもと思ってあの座らなかったりしたり <laughs> あとは部屋片付けたりちょっと汚すぎるので、まあ、部屋片付けると言ってもまだ全然片付いてないんですけどでも最近収納ボックスをめっちゃ買いましただからそのメイク道具をねどうやって収納するかずっと困ってたんですけどあの収納ボックスを 買ったのでそれに入れて綺麗になったりとかなんかやっぱ身の回りから清めないとってことでやっぱ部屋が汚いのがダメなのかもしれないちょっと終わったら一旦ちょっと洋服をあの片、ー、付けるところから <laughs> やっていきますえーねむねむタイムは欲しいやだ欲しい欲しい欲しい もう5歳児みたいになっちゃってますけど本当に欲しいんですよだからみんな見つけたらマジで教えてね走るのでだからねやっぱなんか徳を積んで良かった経験教えてくれない私がうわこれは徳積みたいわって思う <laughs> 皆さん普段どういう感じで得積んでます私どっちで徳積んだらいいかな ライブで最善のやつになったわっすごいそれはどういう感じでどういう得積みでいけましたかときめかないものは捨てる私結構断捨で好きだからあのー、これ絶対使わないなっていうものとかはすぐ捨てるけど元のものが多すぎて捨てても捨ててもちょっとまだ減らない赤信号を無視するなんてことは本当にないですからね 本当に優しくするなるほどじゃあみんなを褒めますあ店員さんに暴言言わないよマジで本当に一番人生の中で人生の中でっていうかもうほに気をつけないといけないよねって思ってることなのでみんなも気をつけてくださいありがとうございますとかあのなんか例えば私が私は結構 なんかそれをやったらダメなお店とかもあると思うダメっていうかマナー的にちょっとっていうお店とかではやらないようにしてるけどあのお皿をね食べたお皿重ねてお,いておくとかあとはねそういう感じの <laughs> もうちょっと思いつかなかったけどそういうまあね普通にしてればいいんですけどそういうことで特んでいきたいよね。 ケンタッキーの分別とかねちゃんとしてる時にあの飲み残しのやつとかちゃんとやるとかあのプラプラと燃えるゴミ分ける私プラと燃えるゴミ分けるの大好きなんだ <laughs> 本当に分ける作業大好きなんださすがにその出先とかで細かく分けるのとか難しいけどお家とかでは気をつけますねなんかすみませんよりかわ かわいいじゃない <laughs>。それは私が言われたいことでした <laughs>。ありがとうございますの方がいいよね。え、わかる私もお会計になっててお味しかったですっていうのいいよね、なんか。ごちそうさまでした、美味しかったですって。みんな言おう。みんなが言ったらもう世の中が素敵になるからね。で、あの、可愛いいは私だけに言ってください。 店員さんに可愛い思っててて思い思ってるんかい思わないでもうかにだけ思ってうんみんなから可愛いコメント来てちょっとにやける <laughs> 店員さんに可愛いって言うのやめなっちゃないから <laughs> 可愛いで遅れた <laughs> じゃあみんなに可愛いって言ってもらえて気分がとっても良くなったところで林やめていいですか <laughs> いいでですすかかちょっと眠くてやっぱ睡眠が一番大事なので。 みんなも寝たらいいかなって一緒に寝ればいいんじゃないですか同じ時間に私はまだお風呂入ってないからみんなも今からもう一回お風呂入ってお風呂入ったりと <laughs> で寝ようね体調ありがとう気をつけるね最近は何が流行ってるんだろうでも冬になったらまた ね風邪系流行りそうだからね気をつけようねえまたコロナ流行ってるのほんとにやめれるコロナじゃあまたすぐ配信しますあの今月はあのサイン会以外で配信したの多分初めてだからほんとにみんな遅くなってごめんね また会おうね、すぐ <laughs> 今日はやんないよじゃあちょっと壇上を読ませていただきますいくよー13位猫、ね、ここありがとう12位湊トありがとう11位キょパありがとう十ゅんゆありがとう

久ししぶりの配信楽しかった私どのくらいやったんだろうまあ1時間は絶対超えてるんだろうけど本当は今日2時間くらいしたかったからちょっと悔しいんですけど <laughs> 何の悔しさって感じじゃ30分になるまでやるか30分になるまでっていうか1時間半やるか今あと何分くらいで30分になる あと5分かじゃあ,あと5分喋ろうっとえー、スクショタイムやだな <laughs> だって今日全然可愛くないんだもんまあ勝手に撮ってよでものしあんまのせてほしくないけどまあまあいいよあ今から水飲むからダメ 絶対取ったでしょ今取んないでって言ったじゃん <laughs> あそう今日は16茶え十16茶ってさ何茶なんですか緑茶とかさそういう部類で言うと16茶は16茶か。 何茶なんだろう何茶の部類なのかなって思って飲んでんだいつも美味しいなって思って <laughs> あ十16種類確かに16種ハト麦大麦ハブ茶発芽大麦米トウモロコシ琵琶の葉タンポポの根ごぼううそごぼう入ってんのこれやば 泡きび柿の葉みかんみかんの皮みかんの皮入ってんのこれ小豆夏目ゆず柚の皮待ってごぼうみかんの皮ゆずの皮がちょっと気になったんですけどまあそんなに味しないですねごぼうの。 まあトウモロコシの味は確かにちょっとする。なんかコーン茶と似てるかも。まあコーン茶よりちょっと渋めだけど、なんか甘い感じがね、似てるよね。多分トウモロコシ多めなんだろうな <laughs> 何の話ごぼう茶。 なんか今ラーメン食べたいかも最近ラーメン食べてないんだよなぁ眠いなぁじゃあちょっと終わってもいいかな <laughs> あさっきあのツイッターを押したからみんなツイッターまだ見てない人見てな、ね、い絶対そう今両面ウィンクしてみましたちょっと長い時間みんながスクショしやすいように <laughs> してみたよ一緒に帰ってあげるっていう生意気なツイートをしたのでぜひにしてください <laughs> まあ帰ってほしいでしょ一緒に。 じゃあ私はこのあとえっとここにここに散らばっていらっしゃるお洋服を一旦ここに収納していただいてあ私がするんですけどしてその後にお風呂入りますのではいって感じでやらせていただきます今の後の今後のスケジュール的にはみんなありがとうねえそうあのね洗濯したやつをね あのママがあ,のあっちの部屋からこっちに持ってきてくれるんですけどあのしまうのは自分でやるのでそれをずっと怠ってるって感じです。ほ <laughs> ら頑張ろうね一緒にみんなありがとう配信見てくれて畳むのはママがやってくれるもうママ様様ですからもうママ本当洗濯物だけは私本当にちょっとダメなのでちょっと。 洗濯物だけはちょっとお願いいいしてもいいですかこれからも <laughs> まあでも今はねその干す作業がなくなったもので、ね、ドラム式なので本当ド,ドラム式洗濯機考えた人本当ありがとうございますって感じですじゃあねちょっともう30分ぐらいになったんじゃないかなじゃあねみんなおやすみなさい今日も一日よく頑張ったね いっぱい寝ようねじゃあねみんな